はい、こちらねサウナの梅湯さんです。久々にねちょっとここにお邪魔してきました。意外にねちょっと休むスペースとかもあるんですけど、今日はちょっとお酒も飲みたいんでね、ちょっと一気に行きたいところがあるんでそこに行きたいと思います。この場所はですね、五条楽園という場所が昔ありまして、今も実はなくなってはいないっていう情報もあるんですけど、そちらのね橋渡ったところに帰国食堂っていうねあのお店があって、そこもね僕たまに行きます。中華そばとか美味しいんですよ。串カツとかね、まあ昔ながらの町の食堂って感じですね。壁にメニューがバッて貼ってあるんですよ。いいところですよ。まあ、ここからねその予約付きな場所なんですね。ちょっとなんかねこの雰囲気とか見てるとそういう感じの、あちなみにですねそこのねこっち側行くとねあの会津会っていうねの事務所かなんかがあったと思います。確か会津会っていうね、ちょっとそこのなんか看板なんか見るとね、ああなんかそのそういうものの名残かなっていうふうに思うんですけど、なんか最近はもう普通に宿としてやっててね、あのこういう騒動になる前はバックパッカーとかは結構たくさん泊まってて、で梅湯にはねそういう人たちも結構来てましたね。そういう場所でございます。今日ね京都非常にね天気はいいんですけどね、さすがにこの時間になってくるとちょっと寒いかなって思ったりもします。もう言ってる間にね10月も終わりですよ。今週はですね、まあ、明日、明後日、明後日とまたね、仕事行った後、水曜日ちょっと早めに上がって、木曜からね、水曜の夜ね、また神戸に行って、あいつらと飲んでっていう、そんな感じです。あ、そうだそうだ、ついでに。皆さん、ここはね、ちょっと暗いか見えづらいかもわかんないですけど、ここの会社はこれ何の会社か知ってますか？この建物。有名なね、会社なんですよ、ここ。もともとの本社はここだったんです。お、電気ついた。またついた。ね、なんかちょっとすごくね、こう、モダンな建物なんですけど、これね、何の建物か知ってますか皆さん。絶対皆さん知ってますって。もう子供の頃ね、絶対やっているし、今もやってる人いると思うし。あとはね、最近ユニバーサルスタジオにね、USJ に、ここのエリアができましたからね、ここのキャラクターのエリアといいますかね。ここですね。よく見てください。ドランプ、カルタ。任天堂っていう風に名前がありますね。そうなんです。ここ実は任天堂の元々の本社だった場所です。トランプカルタって書いてますけど、もう一つ花札ってものも作ってました。なんかこれに繋がってくるでしょ？花札、合図、会。なんかね、すごくダークなところから始まってるんだなっていうね。ダークな部分ってだけでもないんですけど、まあこういうね、会社から、今や世界の任天堂ですよ。元々が何だったかって結構ね知らない人もたくさんいるんですよね。実はそういうことなんです。なんかね最近この辺もねこういう感じで新しいホテルとかもできてきてね、まあでもなかなかね苦戦を強いられているようですね。やっぱりそのインバウンド頼みになってた経済から、じゃあそうじゃない経済にどうやって立て直すのかっていうことで、もともとね日本っていう国は内需の国でしたから、そこをもう一回見つめ直すいい機会でもあるのかなというふうには思ってます、ね、今日はこんな感じでねブラブラ歩きながら、本人は登場しないという本人声だけ登場パターンですね。ね鬼滅の刃の映画の感想とかまたいろいろ喋りたいことはたくさんあるんですけども、まあ、今日はこんな感じで和やかにねこう高瀬川を眺めながらね歩いてますけど、まあ皆さんね本当京都ねいいとこなんで遊びに来てください。伏見区にもね寄って行ってください。お酒を飲みに来てください。今年はね酒祭りとかないのは非常に残念なんですけど、お酒はちゃんと作ってますんでね、心を込めてね皆さんお酒を作ってますから、ぜひともお酒を飲みに伏見に遊びに来てください。チャンネル登録まだの人、ぜひともチャンネル登録お願いします。いいねも押してもらえるとすごく嬉しいです。それでは皆様、良い夜を。ジベリ。